さあ、まもなく Q1 のグループ A の10分間の戦いがスタートします。ほとんどの、車両は多分ウォームアップランを入れずに、アウトラップから、そのままアタックラップに入るという戦略を取ってくると思うので、はい、まあそうですね、最初からこう目が離せないというか。さあアタック始まります。残り1分40秒。さあまずは岩佐歩がアタックスタートしていきます。後ろから坪井翔もやってきます。最終コーナー踏ん張って直線向いてまいりました岩佐歩。さあどういうタイムが出てくるか。1分27秒570。そして坪井がすぐに続いてきます。坪井は2番手27秒757。さあ大高の進です。おトップ、おー来ました27秒445。まずはトップタイム、大湯も4番手に上げてきました。そして福住が3番手、27秒592と入れてきました。そして山下健太も4番手。それではグループ A リザルト整理していきましょう。ドコモチームダンデライアン大高久野進、見事な走りでした。1分27秒445。2番手岩佐歩、3番手に福住2例。Q1 のグループ B がスタートということになります。このグループ B もまずは無限野尻が最初のアタックに入っていきます。野尻のタイムがまずはどのくらいか。27秒9。さあ牧野が帰ってきます。牧野が27秒8。山本は3番手、28秒0。そして坂口が2番手。さあさらに木村よりは8番手止まり、小林亀です。小林亀が4番手、27秒979。さあではグループ B のリザルト見ていきましょう。トップタイム牧野忠介1分27秒871でした。坂口が2番手、野尻は3番手。7分間の Q2 ポールを決めますアタックがいよいよスタートということになりました。さあ始まります。残り1分半というところ。まずはチーム無限岩佐歩がアタックに入っていきます。野尻ちょっと遅れましたね。山本は全体ベストですけど、岩佐セクター2早い、27秒8。これは早い。しっかりとまとめてきたセクター1セクター2。さああとは勝負どころポイントのこのセクター3どうまとめるか岩佐歩。おっ詰めた。少しリアが流れたが、さあ踏ん張ってタイムまとめられるかどうか。最終コーナーからまずは岩佐のタイム見ていきましょう。さあどうだ。岩佐帰ってきました。26秒632。これは早い早い。さあそして坪井が来ます。27秒079。悪くないけど後ろからチームメイトの笹原右京。笹原は3番手、27秒8。さあそしてセルモ勢もやってきます。坂口3番手。牧野2番手。どうだ。牧野が2番手26秒970。大高久野進はどうだ。大田は7番手。さああとは小林カムイも今チェッカーで9番手。あとは福住がチェッカーを受けますが、福住も8番手でチェッカーということになりました。予選のアタック、すごいぶっちぎりだ。なんとなんと圧巻の予選のアタックを見せました岩佐歩。スーパーフォーミュラ初ポールポジション、会心の走りを見せましてポールをゲットしましたチーム無限岩佐歩が明日決勝最前列、一番上から頭からスタートということになります。フロントロー2番手に牧野忠介、3番手山本直樹、